はい、本日はですね、最近購入したものを紹介していきたいなというふうに思います。で、今回はですね、ファッションではなくて、どっちかって言ったら、まあ、小物とか生活用品とかそういうのがメインで、何やったら結構多岐にわたっていろいろあるんですけど、まあ、その辺を紹介していきたいなと思います。だいたい7点か8点ぐらいあるので、まあ、それを紹介していきたいなと思います。ということで、今日の動画はですね、流れとしてはもうただただ1点ずつ紹介していっておしまいというめちゃくちゃシンプルな紹介をしていきたいなというふうに思うので、早速1点目くらいいきたいんですけども、まず1つ目っていうのがですね、何から言ったらいいやろうな。あ、せや、 iPhone からいきましょうか。 iPhone からいきますね。僕こちら iPhone を購入したんですよね。で、今まで iPhone X っていう、2018年かなに発売された、もう1個前かな、ちょっと忘れたんですけど、2017年、わからんわ、まあいいか。その iPhone X ってやつ使ってたんですよ。X って書いて10のやつ、それを使ってて、で、まあそれは良かったんですけど、なんか最近例えばネット見てたりとか、あと地図開いたりしたら、なんかちょっと古なってきたんかして、もうなんか本体めちゃくちゃ熱いんですよね。で、まあ夏やから熱いっていうのもそうなんですけども、中身がガーガー熱なってきて、もうこれいけませんでいう感じになったんで、ちょっと iPhone 買わなあかんなと思って、まあほんまは iPhone 12っていうのがこの10月に発表されると噂はされてるので、本当はそこで買おうと思ってたんですけど、もうちょっとそこまで待たれへんっていうのプラス、あと10何万払うのちょっと厳しいなと思って、で、これやったら、5万なんぼ、これ128ギガっていうモデルなんですけど、ちょっと真ん中のモデルになってるので、まあ、これやったら、まあ5万なんぼで買えるので、まあ10何ぼ払うんやったら、これ5万のやつにしといて、残りの差額分だから10万で、これで半分やと思うんですけど、残りの5万でちょっとお掃除ロボット買いたいなと思ってるので、まあ、一旦ちょっと携帯は僕iPhone で撮影してるわけじゃないので、 YouTube だから、まあ別に iPhone は別にそんなに大したもんじゃなくても、そんなに見てる皆さんには支障がないかなと思いますので、だったらルンバでしょうということで、結局今日はないんですよ、まだ買ってないので紹介はできないんですけど、まあ、ルンバ買った方が動画上げる本数多くなると思うので、そっちの方がいいかなということで、まず一つ目が iPhone ですね。で、次がですね、もう全然全く違うジャンルになっちゃうんですけど、こちらの自転車とかのサビ取りになってて、僕これ2018年に自転車買って、もう2年ぐらい使用してるんですけど、チャリってびっくりするぐらいサビ出てくるんですよね。で、それこそ大阪の方って自転車乗ってるのめっちゃくちゃ多いと思うんですけど、僕はたまに地方とか行ったりしたら、地方ってあんまりそんなに自転車乗ってはる方少ないんですけど、大阪の自転車率ってやばいんですよ。で、どうしてもこう外に、僕マンションやから外に自転車置いてると、もうサビだらけなんですよね。で、サビだらけになって嫌やなとは思ってたんですけど、これがなんか結構落ちるってアマゾンで評価あって、いやいやいや、ほんまかいなと思って、まあ一応じゃあベストセラーか、なんか結構良かったんですよ、評価が。まあ一旦買ってみるかと思って買ってみて、で、シュシュってつけて、あとはもう水で流すだけみたいな感じなんですけど、それがなんと、まあ、あらびっくり、綺麗に取れたんですよね。で、まあ何回か多分やるな、もう完璧には戻らないと思うんですけど、何回かやればそこそこ戻るっていう感じだったんで、まあまあまあ、手でガシガシしたりするのめんどくさいから、かけとくだけで水シャッてやったら終わりやから、まあこれ良かったなと思って、まあ良いものではないんですけど、まあ購入したものと、あと、これも自転車なんですけど、こう走ってるじゃないですか。ほんなら自転車、こうサドルね、サドルじゃない、まあ、ペダルなんですけど、ペダルこうやって走ってたりしたら、なんかカタ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 ずっと言ってたんですよ。で、何やこのカタ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 言ってんのと思って、僕ずっと奈良に住んでたから、あんま自転車乗ってなかったんですけど、これチェーンがね、油なくなってたんですよね。で、まあそのチェーンを、これ油ピュッて入れるだけで、そのカタカタがなくなったんですよ。めっちゃ綺麗にスムーズにいくようになったんで、これ自転車ということ。いうことになってます。そして次がですね、まあ美容系というか、まあ美容系っていうんかな、わからんけど、まあこういう洗顔であったりとか、あとまあこういった、これはボディーソープなんですけどっていうことになってて、まあこれが何かっていうと、まあ、結構なんか30代の時からなんかミドル臭っていう油のなんか匂いが出てくるっていうのが雑誌とかで見てて、それこそ僕嫁から20代の時匂いせえへんかったのに、なんか30代入ってからちょっとずつ匂いしだすようになったなって言われてて、結構男性さん気になるじゃないですか。あ、女の人ってじゃあ職場でもそうやって俺のこと思ってんのかなってかって思うと思うので、まあ、一回ちょっと洗剤とか変えるだけで違うんかなと思って、これもアマゾンで買ったんですけど、レビュー見とったら、なんかびっくりするぐらい匂いなくなったって言われましたとか、家族娘から臭くないって言われるようになりましたとかって書いてて、まあそれもほんまかなと思って、まあ一回試してみたんですけど、まあまあそこそこ匂いは抑えれてるんちゃうかなと思ってて、まあこれのおかげで、もちろん風呂入った後は誰でも匂いしないじゃないですか、石鹸の匂いとかになるんですけど、ちょっと時間だったりしたらもうなんか油の匂いするって言われてたんですけど、まあ最近これ使い出してからは言われへんくなって、まあ匂いのことってデリケートやからあんまり突っ込んだ話できないんですけど、まあ僕はちょっとずつ匂いしだしてきてるので、匂い系 YouTuber としてちょっと
これはいただけへんなということで、まあ、これ画面越しやから匂いが伝わらないんですけど、まあ会った時とかにあこいつ臭かってんやと思われてちょっと困るので、まあ、ちょっとこの辺は注意してるということで最近購入しました。で次がですね、これは撮影関係になるんですけど、こちら GoPro の下のこのマウントになってるんですけど、セルカ棒というかあのこの棒になってるんですけど、これはあの以前まで僕 GoPro の公式の棒を使ってたんですけど、それがどうもなんかちょっと撮影してるとカタカタ言うし、なんかこう安定しなかったんですよ。こう安定せえへんってどういうことかっていうと、こう三脚とか立てた時にどうしてもなんかグラ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 しとってなんか気に入らんなと思ってたんですけど、これは既製品じゃないのに値段ちょっと安くて1000円か2000円ぐらいで買えるんですけど、その割にはしっかりしてるってレビューあって、まあ、それもほんまかなと思って、まあ、僕基本レビューで買ってるんですけど、レビュー見てあええんかなと思って、まあ、買って、実際買ってみたら全然音もならへんし、三脚めちゃくちゃ安定してるし、あこれ良かったなと思って、あの、まあ、良かったものの紹介じゃないんですけど、これは結構あの特にカメラ使われてはる方とか GoPro、iPhone でも多分取り付けれると思うんですけど、ここのマウントさえ合えば、まあ、そういった方なんかには結構おすすめかなと思います。まあ、僕は満足して使ってるので、これは購入したということになってて、次がですね、こちらにないんですけど、あの手の自動の、あの泡が出てくるディフューザーっていうんですかね、を購入して、これはなんでかっていうと、僕らは今までアルコールは自動で出てくるタイプにしてたんですけど、あの石鹸に関しては、例えば帰ってくるじゃないですか。ほんで、まあ、手は汚れてる状態で水道をまず上げて、で次ポンププシュプシュってやってる、このプシュプシュの手のところって菌だらけになってるじゃないですか。でそれをポンプにプシュプシュしてつけてんのってなんかちょっとこれあのどうかなっていう感じになって、まあ、それやったら自動で出てくるやつがあるんやったらもうそれでいいやんっていうので、結局 Amazon でそれも一番評価の高かったやつを購入しました。2500円ぐらいかな、なんかそんな感じだったんですけど、普通に泡 の素材ピュって入れて電池入れるだけでもう自動でこうやってピュッて出してあげるとビーって出てくるので、あのまあその辺はもう どこも触らんでいいので良かったんじゃないかなというところで、購入したということになってて、で次がですね、サードチャンネル見てはる方やったらご存知かなと思うんですけど、バルミューダを購入して、あのバルミューダって何っていうと、まあ、家電になってるんですけど、まあ、料理とかされる方とか、あとまあ女性の方やったらもう、まあ、結構知ってる方多いと思うんですけど、あの食パンとかを焼くトースターになってて、まあもちろん食パン以外も焼けるんですけど、それが結構人気なんですよね。また見た目がスタイリッシュっていうのと、なんか味が美味しいっていうのでずっと有名やって、まあ、以前から嫁は結構パンが好きっていうのは結構このチャンネルでも言ってるんですけど、パンが好きなのでどうしてもこういいパンは買いに行くんですけど、例えばちょっとお腹いっぱいやから後で食べようとか言って置いといたりしたら冷えるじゃないですか。でトースターでちょっと温めると、僕今まで安いトースター使ってたんでどうしても味が落ちちゃうっていうのがあったんですけど、まあ、今回バルミューダに変えてからはなかなかこう満足してるようなので、まあ、その辺は良かったんじゃないかなと思いますし、まあ、僕個人的に良かったとは思わないんですけど、まあ、一応それを購入して、あの普段よく頑張ってるから、ご褒美に買ってあげるねって言って買ってあげたんで、まあ、その辺がバルミューダということになってて、で最後がですね、これ PC 関係のデスク周りをちょっとガラッともう一新してですね、外部モニターとかをひっつけたりしてるんですけど、まあ、まず分かりやすく言うと、こういったキーボードとか、あとトラックパッドっていうのを、購入して、これあの V6 かなんかで購入したんですけど、これを購入してパソコンをもう閉めた状態、パタって閉じた状態で、あの外部モニターをつけて操作するようにしてて、よくこういうのって YouTube で見ると思うんですけど、なんでそんなことしてるんやろなって僕ずっと今まで思ってて、パソコンあるやつパソコンのキーボード使えたらいいやん、こんないらんやんとかって思ってたんですけど、やっぱりパソコンの画面でやってると僕結構猫背なんでこう前に行くんですよね。でこう画面がちっちゃいからこうやって見ちゃうんですけど、外部モニターで大きい画面になってくるとこういう姿勢からちゃんとこう何て言うんですか、ちゃんとこうまっすぐ座れるし、なおかつアームもつけてるので高さとか位置とかも変更できたりとかしてて、それによってまあ姿勢がちゃんとなって、なおかつ疲れにくいので結果長時間作業できるんですけど、今まではこう姿勢も悪いし目も疲れるから、やっぱり頑張っても2時間3時間しかもう最近はしなかったんですけど、まあ、それのおかげで 2,3 時間もあの全然できますし、まあ、さらにちょっと休憩したらもう一回やろうかってできたりするので、まあ、この辺はあの動画をバンバン生産するためにちょっと導入したっていうコストになってるので、まあ、ちょっと高かったんですけど、これで1万ぐらいで2万で、でモニターは一番安いやつなんで1万ちょっとぐらいで、アームも1万ちょっとぐらいなんで計4万か
5万ぐらいかけて、ちょっと PC 周りを変更したという感じになってますが、まあ、基本的にこれ見ていただいてる方ファッションの方多いと思うので、別に僕の PC 周りを知りたい方あんまりいらっしゃらないと思うので、まあ、この辺に関してはまたセカンドチャンネルでちょっと詳しく紹介したいなというふうに思いますので、まあ、その辺が一応今回購入したということになっているので、まあ洗顔系であったり、あと泡、自動で泡が出てくるやつであったり、セルカ棒であったり、あとチャリのこういうサビとか取るやつであったり、あと iPhone ですよね、あったり、あとバリミューダであったり、あとモニター関係っていうのがまあ購入したということで、まあ、計合計いくらになってるのかわからないんですけど、多分それは下に出てるかなんかのタイトルに出てると思うので、まあ、そんな感じの最近購入したということになってます。だからもう全然今日はファッションとは違うかったんですけども、まあ、一応最近の購入品はこんな感じで購入しましたよということで、まあ、より動画がいっぱい出せるようにちょっと頑張ってますので、まあ拓造なりにも頑張ってんねんなと思って見ていただければ嬉しいかなというふうに思いますということになってますので、本日はですね、最近購入したものを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。